それではパート3のフリストンが考えたことに入ろうと思います。で、まあ、フリストンは最小自由エネルギー原理と脳のモデルということで、まあ、有名なんですね。まあ、あの、パート1で扱ったプリゴジン、あるいはパート2で扱ったジェイン,ンと比べる。まあ、彼ら二人とも、まあ、二キーの人なんですけども、 ホリソンは21世紀の,あの人ですねで。基本的には脳のモデルというのを作ったということをやっています。でちょっと時間的に全部話するのは難しいかもしれませんがあのできればショートムービーの方であの細かい説明あのしてありますのでそちらの方を参照してもらったらいいかもしれません。 で、最初に脳研究の動向がどうなってるかっていう話をしようというふうに思います。で、まあ、脳の理論モデルの話の紹介なんですけれども、の、今から10年前にヨーロッパのヒューマンブラインプロジェクトで、実は脳研究の方法をめぐる大きなトラブルで、ヒューマンブラインプロジェクトっていうのは一時に挫折するんですよね。そのことを多分、 脳の理論モデルを考える上では非常に大きな出来事だったという意味をそれを紹介しようというふうに思います。で、まあ今、あの脳の理論モデルの解始の高まりの背景に、まあ、こういう挫折があったということは知っておいていいことだというふうに思います。で、10年前の脳研究なんですけれども、まあいろんな新しい研究方法への期待があります。一つは非信襲的な 要するにあの生き物をあの殺さないというかあの傷つけない脳のモニター技術というのが発展しますでもう一つは DNA シークエンサの進歩をして、まあ、最初のヒトゲロムの解析には10年の30億ドルかかったんですけど2010年までにはヒトゲロムの解析は 1, 1ヶ月以内3万ドルでできるようになりました 今では人ゲノムの解析は数日で4000ドル以下でできるようになっていると言われています。DNA シーケンサーのコストパフォーマンスはコンピューターのムーアの法則も速いスピードで進んでいて、今では個人がゲノムを解析する時代が始まろうとして、これはだから単に分子生物学だけじゃなくて、あらゆる分野でこの DNA シーケンサーのコストパフォーマンスというか、例えば考古学でも、 DNA あるいはその古生物学でも DNA の,の解析っていうのはみんな個人でもできるでそういう時代が始まってるってことでそういう背景の中でですねあのヘンリー・マルクラムという強力なリーダーが現れてあのヨーロッパでブルー・ブラインプロジェクトっていうのが始まります基本的にはこれはマルクラムの言葉なんですけれども 我々はそれを理解できていないので、ぜひあの脳のモデルを作りたい。それからその、何かが働いていることを知るための一番いい方法は、それをスクラッチから作ることだ。というのがあのヘミー・マルクラーの,、まああの信念だったわけですね。 で、彼は2013年のちょうど今の,あの10年前ですけども、10年間で総額12億ユーロの予算を EU から獲得して、まあ当時、あの世界で一番潤沢な研究資金を持っているのはマルプラムだというふうに言われていたんですけども、壮大な研究が始まります。で、このビジョンは、あの、人間の脳を理解することは二1世紀の科学が直面している最も偉大な挑戦の一つである。もしも我々がそれに対して、 立ち上がることができるならば、我々は、我々を人間にしているものが何であるか、深い洞察を得て、革命的なコンピュータ技術を構築して、脳の異常に対して新しい治療法を開発できるだろう。で、今日初めて、現代の ICT 技術がこうした目標を到達可能なものにしている。で、こういう壮大な目標をぶち上げるんですね。まあ、この目標自体は、 あ,のある意味当然だっていう気もしますけどこれはあれですねこの時代っていうのはちょうどあの人工知能の、A、AI の最初の爆発ってから第一期の,あの飛躍の起きた2012年ですからまたちょうどあれですね今の GAFA の最盛期ですね。 そういう時代だということですね。こういうその時代にはこういうビジョンあの脳あの、脳の研究ではこういうビジョンを持った。で、これもあのセネクティア目標として、で、遺伝子から行動に至る生物学機関の全てのレベルを貫いて、健康な脳と病気の脳についてのデータとしてを統合して、 人間の脳を統一された理解を達成する。で、ここについては重要なんですけど、脳を理解する基本的な方法として、シリコン上での実験を確立。まあ、先ほどのマルクラムのスクラッチから作るんだ。シリコン上で脳を作るんだ。っていうのを目標に掲げていました。で、未来のスプレッと同時に、脳の回路とコンピューターの原理を基づいて、新しいニューロコンピューターとニューロ,ロボットの技術を開発。 脳のシミュレーション、ロボットを自律的なシステムコントロール。で、そのためのスーパーコンピューターの技を開発。まあ、とうとう様々な医療についてもいろんな壮大な戦略の今を立ち上げ、あの、作るんですけれども、これはですね、実は一年も経たずに、くじ分解するんですね。これは、翌年ですけれども、このメンバーの プロジェクトに参加していたメンバーのうちのかなり150人ぐらいが連名でい、e、い実装上を出してこんな研究でこのままでいいのかっていう、あのー、質問状を EC に叩きつけます。で発端はあの事、ー、年度のプロジェクトの予算配分で日韓国的なアプローチの予算をバッ,クバッサリとマルクランを切ったんですよね。 それに反発した研究者のグループが150名の連名で欧州委員会に公開質問を提出した。対立の根底にあるのは脳研究でのアプローチの違いで、マルクラムラの主流派はニューロンとシナプスの数学的モデルに基づいて脳全体のモデルをボトムアップから作り上げようというアプローチ。一方、反対派は脳研究には認知科学の知見に基づきトップダウンのリバースエンジニア的なアプローチが必要だと。 で、これ、僕の論争面白かったんでよく見たんですが、ね、この反対派が言ったこういう言葉は、例えば鳥の羽を全てシミュレーションしたとしても、鳥が空を飛ぶのは、まあ、解明できないと同じだっていう、これはなかなかいい言葉だと思いますが、あの、パート、今回パート3のあのアプローチもどっちかというと、 あの認知科学の知見に基づいにトップダウンのリバースエンジニア的なアプローチに近いものだという印象を僕は持っています。で、農研究の現在では、ただでいうのを Human Brain p r o j e は今また立て直されて、で、まあ、これは Closer Look at s c ィ e n t i f i c a d v a n という。 あのー、この間の研究をまとめた、あのー、ヒューマンブレインプロジェクト何を。これは、あの、ボローシャーって言いますけど、立派な本、本、ブックレットになっていて、これを見ると何をしてるかよくわかります。で、未だにだから脳研究っていうのは、あの、非常に大きなプロジェクトとして生き続けているようにも見えます。ただ、いろいろそうです、挫折の経験はあるんですよね。 でアメリカでは EU の動きに刺激されて、ブラインイニシアティブっていうのも、これも、あのまあ、いろいろ方向をいろいろ定まなかったりしたんだけれども、今もあの元気にあの活動をする。この URL 見れば、あのどういうことをやってるか分かります。写真見れば分かりますけど、これ、あれなんですよ。 まあ先ほどの,あのリアルタイムで脳をモニターするっていう一つの例あのこれ多分神経のつながりを見てるんだと思うんだ上から下にまっすぐあの棒が落ちるのが分かると思うから脳に穴開けてセンサーをぶち込むんですよ全然非侵襲的じゃねえじゃんみたいなまあだからあのスクラッチからコンピューター上で脳を作ろうって話じゃなければ実際の脳でやるしかないんで。 で、それはやっぱり、真摯的な方法が一番。これ、面白いビデオがあったので、紹介します。これ、ちょっと、まあ、あの、そのまま載せられることができなかったので、URL を紹介しますけれども、これも面白いですね。あの、ピアノの音にリアルタイムに反応する海馬のニューロンの映像なで、よくやったなと。これ、あの、あのこの図で言うと、まあ、映像見たらすぐわかりますけど、これも素晴らしいですね。音に反応するんですね、ニューロンって。 この赤い棒っていうのは実は、ここから実は海馬に向けて棒を突っ込むんですよ。えー、と思ってたんですがこれはあの、ご心配で。これはあの、サルでやってるんです。サルの実験ですね。で、フリソンたちの脳の理論モデルの研究は、 あのマルクラムのようにコンピューターに脳を作ろうというものでもそれに反対した認知関心のアプローチも異なるものでもう、まあ、はちょっとそっちに近いんじゃないかと思ってるんですけどで脳のモデルを構築するような原理的な方法で、まあ、あの認知関心の脳は全くヒューリスティックな方法の,あの積み重ねっていうかそれの,あの あの組み合わせだったんですけども、ポリソンは脳のモデルですけどもっと原理を明確にしようという問題意識ですね、それは明確に持っている。で、それはポリソンを,を最小自由エネルギー原理と呼びます。で、でそれは多分いろいろ難しさがあるんですけどその立場がプリゴジンやジャインズといった二次世紀の偉大な達成を忠実に受け継ごうとしているようにも僕は感じています。 で、自由エネルギーと脳というのですけれども、それの概要、あの、まあ、一番最初の2007年のフリーエネルギーブレインという、彼の初期の論文を紹介します。で、まあ、これはですね、あの、左のヘアムホーツなんですけれども、クリソンはアプ人、ポリゴジンやジャインズの影響も当然受けてるんですけれども、 あの直接、ヘルム・ホーツからも強い影響を受けています。まあ、時代は全然違うんですけれども。で、まあ、あのヘルム・ホーツの知覚論というのを最初にちょっとあの紹介しようという,う、それはあの無意識的推論と言われているやつで、ヘルム・ホーツとは視覚的印象の形成は主に無意識の判断によって形成達成されていて、この判断結果、一度無意識的判断の平面に昇格することができない。そのため 一種的思考で、あの、順化されることも、精査されることもない、という特徴づけをします。それにもかかわらず、無意識の判断結果は、私的な制御を受けにくく、矛盾に強いため、取るに属すことは不可能であり、その影響を克服することはできない、とした。何言ったかよくわからないか、みわからないが。あの、ヘルム・ホーツが例に挙げてるのは、 えっと、我々ですね。例えば、我々は、あの、地平線に太陽が沈むのを見る、というふうに言いますね。で、ところが、正確に言ったら、我々が見てるのは、太陽が沈むんじゃなくて、地平線が上がってるっていうことのはずなんですよ。で、だけれども、我々は、それを、あの、地平線が動いてるとは、あの、感じずに、あの、太陽が沈んでいくという意味。で、それが、だから、視覚的な、 印象っていうのは、この無意識のうちに、あの、あの処理されてしまう。それは意識的な工事必須には関与しい。まあ、彼はあの、太陽、あの、夕日あいや、太陽の運動だけじゃ、あの、あれですね、錯視、錯覚のこともよく言ってますね。錯覚はだから、 あの、錯覚だってことは分かっても、それは、あの、それがわ分かったとしても、錯覚は消えないんですね。それを彼は、知覚っていうのは、無意識のうちに推論して、それは自動的に脳の判断を回ぐして、非常に強い力で、あの、推論を行う。 で、このプロセスは自発的かつ自動的であるため、私たちはどのように判断に至ったかを説明することができない。なぜなら無意識的な結論の結果は、あたかも外部の力が我々を拘束するかのように、いわば我々の意識に促されて、我々の意識ではどうすることもできない解釈。それを知覚が与えるんだ。というのを、これをフェルン・ホーツは知覚の無意識的推論というふうに呼びました。 で脳や細胞や脳のように自己組織化する生物学のシステムは自由エネルギーを最小化するものとして理解できるという考え方は無意識の推論に関するヘルムホルスの観察とそれに続く心理学的機械学習を受ける研究に基づいています。ヘルムホルスの見習い、我々は人間の知覚システムを感覚入力の原因を推論する統計的推論エンジンのみなす。この種の装置は 教師が各入力ベクトルにその根本的な原因をラベル付けしなくても、この推論を実行する方法を学習する、できることをしていますこれは実はこれあの、彼の議論じゃないです。これはあの AI の研究者、この中にヒントンが入ってますね。ヒントンがヘルムホルスマシーンという、まあ、ヘルムホルスマシーンというのを作って、それが実は、 あの、入力の原因を推論するエンジンとして、で、しかもこの特徴は、ラベル付けをいらない、教師なしでも進められる。これは、まあ、あの、すでに、AI の研究者たちは、20世紀の終わり頃には、こういうことを気づいていた。実は、ヘルモースの企画論というのは、長いこと忘れられていたらしいんですね。だから、あの、パート3で扱う議論というのは、彼が初めて始めたというよりも、 ヘルムホルツの再評価っていうのは、ディープランニングの人たちが既に行っていたヘルムホルツマシン。それの影響も当然、あの、彼は受けてるわけです。で、企画の推論と学習の企画に関するヘルムホルツのアイデアを現代理論で定期化すると、企画の推論のモデルと学習のモデルに到達する。基本することは、そのモデルが非常に広い範囲の神経生物学的事実を説明することができる。 で、推論のモデルと学習のモデルがあの一致するというのは実は、まあ先ほどの相対ントロフーのところで、あの、ジェインズが示してあることでもあります。で、統計物理学で構成された概念を用いることで、感覚入力、原因を推論する問題と、感覚における因果関係の規則性を学習する問題は全く同じ原理を用いて解決できる,できる。 これは、まあ、先ほど、まあ、ディープランニングの連中が、あのヒントンたちが、あの、20世紀末で気づいたっていう話ですが、それは当然、ジェインズの相対エントロピーの解釈とも一致して、それはもう、前のことですね。で、それはだから、その水論の学習を、この同じモデルで、生物学的に妥当な方法で進めることができた。 我々の理論の次のスキンは、経験的にベース理論と感覚情報がどのように生成されるかについての階層的モデルに基づいてまあこれでベース理論が出てくるのは、ジャイニーその影響だと思っている。ただ、大事なのは階層的モデルを用いるということをうですね。脳は動的かつ状況に応じて、事前予測を構築することができる。このスキンは、脳の組織の反応の多くのスキを理解するための 原理的な方法を提供する。この階層モデルというのは本当は大事なんですけれども、まあ、後で述べる、あのー、彼の論文は、あまりその辺は明確ではないような気もします。この論文では、このような企画プロセスは自由エネルギー原理に適応するシステムの創発的特性の一つに迫いにことを示唆する。企画プロセスは、この自由エネルギー原理に基づく創発だという話を彼はしています。 ここで言う自由エネルギーとは、その状態や構成によって高度化された期待のもとで、環境とのやりとりすべてに内蔵する驚きを制限するものである。この驚きというのは、シャノンのエントロピーと情報のことですね。 システムはその構造を変更することで自由エネルギーを最小化することができる。それらは環境をサンプリングする方法を変更するために、あるいはその機体を変更するために行われる。これらの変化は、それぞれの構造規格に対応し、生物システムに特徴的な環境との適応的交換を可能にする。 でこうした問題の扱い方はシステムの状態と構造が環境に関する暗黙的で確実的なモデルをエンコートしていることを意味する。でこの論文は脳が必要とするモデルに注目して GUNL の最小化が脳のダイナミクスと構造をどのように説明できるかを考察する。これはまあだから先行したあのプリゴジンやジェインズの理論を念頭にすれば彼の言っていることは分かりやすいというふうに思います。 でフリストンはそういう意味では推論概念。ジェインズはだから逆、統計力学の方を逆さまに用いて、エントロピーから始めて、で、推論を導いたんですけど、フリストンも同じですね。フリストンもそれを踏まえて、踏まえてるかどうか、明治的にはあんまりいないような気がするんだけれども、その推論概念をどん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 ,どん拡張していく でフリストンの,その推論する脳というアイディアは、まあ、直接はヘルム・ホーツの強い企画論の影響,論影響を受けているんですけれどもこの推論、まあ、フリストンの特徴は脳は推論するで全ての生物的プロセスは推論であるというそういうスローガンがあっていると思うんですけれども。 で、このフリーストンが推論についてはどういう考えを持っているかを少し連情を広げて紹介したいという、それは t マスマティックス a t i c s of m 心時間の数学というやつです。で、ここで彼は意識が物ではなくて、推論のプロセスだ。物じゃなくて、プロセスだ。まあ,こあ、これは、あの、プログリンがビーンかビカミングっていう言ってるのと同じだと思いますけれどね。 こうした立場からフリストの推論の概念を大幅に拡大していきます。で、このエッセーの中でフリストは「心の進化」というサブタイトルを持つダ a ット t の「フロンバクティアとバックバック」と引用しています。で、このタイトルはゲドレシャバッハのアテコスぎーだと思ってと僕は思ったの。この面白いですね、総合を考えるとても大事なことを語っていると思います。時間があったらぜひこの ビビビの本を読みくださいこの本に、デネットの本ですね。二つの奇妙な水論の逆転という章があります。二つのダーウィンとチューリンが奇妙な水論の逆転を行う。先ほどあのジェインズの水論の逆転の話をしましたけれども、ダーウィンとチューリンの逆転を行ったって話ですね。で、デネットはダーウィンを批判したレイバリーという人の、あのー、進化論批判を紹介します。それは19世紀の議論ですね。 で、この to back, back to back、フロンバクテリアとバ i a ク o b クで、第4章、2つの奇妙な推論の逆転という章があります。のサブタイトルは、ダーウィンとチューリンはいかにして呪縛を破ったのか。で、奇妙だって言ってるんですが、ゼネットはこの2つの逆転を支持してるんですね。で、ベバリンによるダーウィン批判ってこういうものです。 ダーウィンの理論では絶対的無知が制作者である。従って、このヒース全体の基本原理としては、完璧で美しい機械を作るためには、作り方を知る必要はない。と宣言することができる。この命題は注意深く検討すれば、この理論の本質的な趣旨を凝縮した形で表現しており、ダーウィン氏の意を全て一言で表現していることがわかるだろう。彼は奇妙な推論の逆転によって絶対的無知が 創造的技術の全ての成果において、絶対的知恵の語りを務める資格が十分にあると考えると、まあ、これは皮肉のつもりなんでしょうけれども、これは19世紀のダーウィン批判です。ダーウィン批判っていうと、まあ、今はあまり聞かないかもしれませんが、それはでも、実際にはそうじゃないです。アメリカだったら、例えば、あのダーウィンの進化論だけを教えちゃいけないから、必ず創造説と一緒に教えなきゃいけないし、かなりありますね。 今回のテーマは創発なのですけれども、多分現代でも一番影響力のある代表的な創発論というのは創造説ですね。全知全能の存在が絶対的知恵の持ち主が全てを創造したという考えです。ィバリーは創造説の立場から絶対的知恵の代わりに絶対的無知を創造者の立場によってはダウンを批判しているわけです。ペネットの議論を離れるんですが、絶対的無知を出発点とするという考えは、 ジェインズの最大の統計原理で共通するところがありますね。彼はそれによって、従来の統計力学の推論の逆転を行ったわけです。で、チューリングについては、ベントはこう語ります。チューリングが行った奇妙な推論の逆転は、エバリーの言葉を借りれば次のようになります。で、完璧で美しいコンピューターであるためには、数学とは何かを知る必要がない。 彼が指摘したように、これ彼とかチューリングですね。チューリングが指摘したように、どの瞬間におけるコンピューターの状態も動作も彼が観察シンプルとその瞬間の彼の心の状態によって決まる。これチュ,ーリングチューリングマシンの話ですね。こうした議論については、機械は推論するという丸山ム議論を参照してほしいと。例えば人工知能通学というセミナーをこの前やりましたけども。 そこでも話したことです。で、僕の議論っていうのは、機械に創発として新たに水分の論が生まれたっていうものではないんです。コンピューターには最初から数学的論理的水分の脳が備わっているというもの。それはキューリングの議論と基本的には同じですね。ただ、今回のセミナー、総合で考える、僕が関心を持った創発的現象っていうのは、機械そのものではなくて、機械の上に構築された構造の中で生まれる。 ここで起きたのは総発です、ね。多分この区別は意味があるものだというふうに僕は思っています。で、このマスメティクスオブマインタイムとがその、あの、彼の論文。まあこれエッセーですね。で、この心時間の数学っていうんですけども、この、こういうことを言います。 私の意識に対する見解は、あの、ダニエル・ダネットのそれと共鳴する。ダネットは心のない単なる原因が、いかにして我々が知っているような心ある理由を生み出すことができるかに関心を抱いている。ダネットの解,解決策は、彼がダーウィンの危険な考えというもので、設計者がいなくても設計が可能であり、理解がなくても能力があり、推論者がいなくても理由があるという動作である。 私は自然が示す自ら理由を持たずとも、その理由を作り出すことができることを示した。以下で物事は理由のために存在するのではなくて、あるプロセスを推論するために存在するのだと。でここでいう推論とは、推論や仮説設定から消滅説明。つまり、潜在的な原因や規則、原因に基づいて観察を説明しようとすることを意味する。 でプロセスに対するこの視点は心が存在する理由についてもむしろ抑制的であるがエレガントな物語や道にしてくれる。推論は進化、意識、そして生命そのものを含むすべての理論に近い。でそ,それはすべて仮説の設定なの。私たちはすでに動いているプロセスと世界に投げ込まれ、プロセスは注意深く選択されたものとして、 世界のまばらな散布に基づいてそこにあるものに向かって推論することしかできない。しかし推論を行う推論者が存在する前は、推論はどのように行われているのか。達成な物質が意識に至るプロセスをどのように始めたらいいのか。で、物理学者によれば複雑な系はその状態によって特徴を付けられる。で、例えば量子系では量子の状態はその位置、運動量、エネルギー、スピンを含む波動関数によって。 記述することができる私たち自身のような大きな経営では、私たちの状態は身体部分の位置や運動、脳の状態等々。形式的に言えばシステムの状態は可能な状態の空間にこる材料に対応する。時間が進み続けて全てがランダムに分岐し混沌としてくるはず。でも何が起こってるの この空間を何がどのように動くかはそのリアプノフ関数に依存在する。あの、この、の時間の数学というのは基本的にはリアプノフ関数とアトラクターの話ですね。リアプノフ関数は特定の条件からシステムがどのように振る舞いをするかは述するなくて、両体。これは特定の状態には確率をその状態の関数として返す。システム各状態のリアプノフ関数が分かれば、ある状態から次の状態への流れを書き出すことができる。 ある山の地,下地形をのの全ての場所で知ることで、この地表を水の流れがどのように流れるを記述できるようなものだ。山の地形はリアップの関数を示し、水の動きはシステムが時間とそのまま進化すると表るで、さて、複雑系の重要な特徴はリアップの関数を用いて、より確率の高い情報体に向かって見えることであるつまり、関数が返す数はどんどん小さくなっていく。このことは、このような形が 少数の状態しかしまらない傾向があること。さらに、それらの状態が何度も繰り返せる傾向があることを意味すで、流れに例えるのは、水は海に向かって流れうち、蒸発したも、雨水、雨雲によって散腹に戻ってくる。体温は一定の範囲内で推移し、心臓はリズムからに鼓動し、呼吸はすったり吐いている。そういう意味では何度も反復するというのは逆の関数で説明できる。 話ですね、このように反復的で自己組織の振る舞いが注目なんですが宇宙が数量をどのように振る舞うかに反しているからすべてのものは時間の経過とともによりランダムになり分散にカオスになるはずそれが熱力学の第二法則であるすべてのものはカオスに向かう傾向がありエントリーが一般的に増大する何が起こっているのか複雑性が自己組織化するのはアトラクターを持っているからだよアトラクターとは 相互に補強し合う状態のサイクルのことで、エネルギーが失われてするのではなくて、動的平行と呼ばれる状態を通じて、プロセスが安定点を達成することを可能にする。アトラクターからの逸脱があると、思考感情動作の流れが誘発され、最終的にはアウトラクターのサイクルに戻り、慣れ親しんだ状態に戻る。人間の場合、身体と脳の全ての興奮はアトラクターに向かって、 つまり最も可能性の高い状態に向かって動いているということです。これは基本的には、オリゴジンが自己組織化について、あるいはそこの相対的安定性について、アトラクターの引力について語っていると同じことです。私たちは皆、多様な可能性を秘めた巨大で高次元の状態空間を流れているが、アトラクターによって限られた円の中を追い変わることを言いに来ている。 私たちはもミじの葉のようなもので、小川のランニングの中で終わることもない奇跡をたどりながら、自分の小さな奇跡が世界全体だと思っているんだ。私たち自身をあの遊びの本に満ちたループと表現することは目的論的には不毛に聞こえるかもしれない。しかし、これはあなたや私のように引き付き合う状態を持つ複雑な本気にとって深い意味です。 新しい経験をするために、あなたの体の器官を起きていることを慣れ親しんだパターンに当たらめて推論する。要約すると、我々を含む複雑化は、リアプトン関数は我々自身のプロセスを正確に記述している回においてするです。さらには、もし私たちが存在するのならば、私たちのプロセス、私たちの全ての思考と行動は、私たちをより確率の高い状態を教え合いながら、 私たちのリアプロム関数からの出力の数を減少させても違いない。さて、実際にはどうだろうこれらの要点はリアプロム関数の性質を理解すること。この関数を理解すれば何が我々を付きを動かしているのか分かる。というふうに、ここではその心時間の,あの数学っリアプロム関数のことをずっとあの説明しています。リアプロム関数の2つの解釈があることが分かる。1つは情報理論に由来するもので、 リアフト関数は驚き。これシャノンのエントロピーですね。つまり特定の状態の可能性の低さ。もう一つは統計学に由来するもので、リアフト関数は、その状態を説明する、与えられた説明やモデルが正しいと確立である。端的に言えば私たちが存在するのであれば、驚きを最小化することで、モデルの証拠や自己証明を高めているに違い。 このような解釈によって実在する運動の力学に目的の目的論を与えることができる。で、推論とは我々が世界と物質人の観測された状態を説明する最良の原理や活性を見つけ出すプロセスだ。技術的には推論は世界のことに対する証拠を最大化することを意味する。まあ、こういう話をずっとしているんですけれども、まあ、それでアトラクターが、まあ、それは安定性を持って、 てくるという意味なんですがでまあちょっとあのー、心の時間の数学これフリストンのまあ後半は全く数学関係まあ前半だから数学といってもあのリ、ー、アプノフ関数とそのアクダクターがその平行点ってかその均衡点を巡って繰り返しの運動や安定性を動的に確保するっていうそういう話ですね。 で、これの後半の部分も、あの、これも、これはもうほとんどその関係ないんですね。で、淘汰は推論であるって話をします。また意識も推論のプロセスだって話をします。で、複雑なプロセスはでも全て意識的かっていうとそうではない。例えばウイルスは、あの、自己組織化の力を全て持っている。それは推論プロセスで完全に備わっているんだけど、 でも、その彼らは意識は持たない。意識を持つ生き物とそうじゃない生き物は区別できる。それは彼らが行動と時間について、推論する方法について、あのー、区別できるんだって話を、あのー、しています。で、行動が推論に依存するものであるならば、こうシステムは行動の結果について推論できなければいけない。 予想される結果について推論する、推論することができなければ、何をすべきか選ぶことはできない。かしここに大事なクリックがあって、生き物はその未来について、モデルを持っていない限り、行動の結果を推測することができる。こうしたらどうなるああしたらこうなるか、知る必要がある。で、ある行動が持たず結果についての感覚的な証拠は、時間の容赦ない前身のわけで、それが実行されま手に入らない。だからそこで、 彼は、あの、心の時間の厚みっていう概念を導入します。時間のやの結果として将来の行動の影響に把握できるシステムは自然的に時間的に厚みもなければ、何を言ってるかというと、実際に起こっていないこと、起こらないかもしれないことを予測できるような、自分自身と世界に関する内部を持たなければならない。 このようなモデルは、どれだけ前方、まで未来を予測するか、またどれだけ過去のことを知っているかによって、より厚くなったり、薄くなったりするで。より深い時間構造を持つシステムは、自分の行動の事実に反した仮想的な結果を推論するのは得意である。では、人間はそうですね。あの、事実に反していろんなことを妄想ってか、想像できる。それをあの、反事実的深さと呼ぶこともあるようです。 そういう意味で、その人間はその意識時間の厚みを未来に対しても過去に対しても持っている。で、ではシステムは分厚い時間モデルを持つ場合、どのような行動を推測選択するのか。答えは簡単で、ある行動の後に予想される驚きを最小化する。この証明は私が常に言っていることから、厳し法によって導かれる。実際は、どのようにして予測される驚きを最小化するのだろうか。まずシステムは不確実を減らすために行動する。 でこんなシステムが世界に及ろす行動には目的が備わっているんだ。それはまた事実に起こって、現実には起きてないが、起こりうる驚きを最小限にあの抑えるという目的である。そう考えると、ウイルスと人間の違いもはっきりするウ。ウイルスは外的環境の変化に推論的に反応するとしても、過去についての深い理解や、まだ起こってない驚きを最小に抑えることができない、できるような、 未来についての長期的な展望を体現しているわけではない。そうですね。あのウイルスな未来のことや過去のことをあの熟し目光してたら気持ち悪いですよね。一方、人間はサプライズを最小化し、前向きで目的的な方向で自己検証を行う。そこではエージェントの将来の見通しが行動センター、本質的な部分。そこがウイルスと人間の違いなんだ。で、同じように我々は進化を意識で物語 とと呼ぶことを避けけてるんですけども自然淘汰のプロセスは驚きを最小化するが不可思議性やシステム全体に期待される驚きは最小化しない。でご個人の中では驚きを最小化するんだけど進化の過程ではそれは最小化を行わないというそれがあの意識と自己組織化プロセスの違いというのはそういう淘汰の必要性にあって。 まあ、いろいろ書いてますが、意識から意識、進化から意識的処理に至るまで、すべての生物学プロセスは推論を実行してるんいですこの二の中心的な、あの、哲学的なというか、立場ですね。すべての生物学のプロセスは推論を実行してるのは、当然、脳も推論を実行してるんだら、脳の一番大きな特徴になるわけですね。で、まあ、それで意識レベルだとか、 その要するに意識時間ここの時間の厚みが減ってでしまうとウイルスみたいにあの寝てるときには厚みが薄くなってで起きてると覚醒すると意識レベルが高いっていうのはあの推論する厚みが増えるんだっていう話に、ね、私たちのモデルが厚みを失うウイルスのように薄くなる度に意識の喪失をる。 そういうい話をしたでまあ精神疾患だとかそれからまあ先ほど言いましたようにあの全ての成物のプロセスは推論実行してまあこれは彼の基本的な考えですねでここで提案されているのは心は将来の行動の結果について推論する根拠となる時間的な厚みあるいは反事実的な厚みを自己認知が持つ時に生まれるという 心はそこに生まれる。あの、心時間の厚みによって、あの、心が生まれる。ただから、心が存在する本当の理由はない。ここが存在するように見えるのは、存在するものは、そう,いうのプロセスの執着点だから分からない。意識とは我々、私の未来についての推論に過ぎないのだ。 でこのエはあのは彼の理論もある意味非常にうまくあの表現、まあ、うまくって彼自身の表現なんで、僕はちょっとあまりに、ちょっとあまりにも通俗的すぎるっていうか、それで何なのっていう気がします。だけど、いずれにしろ彼がプリモジンやあのジェインズの,あの理論から影響、強い影響を受けているのが分かるんじゃないかというふうに思います。 ではもうちょっとあの彼のツールボックスっていうかあの、もうちょっと詳しく見た方が良かったかもしれませんがで、今回はそれぐらいでやめとこうかなというふうに思っています。で最後にあの今後の展望で創発、まあ、特に人工知能の上の創発とすからどういうあのことを考えるべきかって話を少ししてみたいというふうに思います。 で今回のセミナーでは人工知能上で創発が起きるのかって問題意識に直感されたものです。でただし、ここで取り上げたトピックとは、サイ構造が至るところに存在することや、新しい推論能力がエントロピーの働きで生成されるという議論や、人間の脳の進化を対象としたもので、人工知能を対象としたものではないんです。取り上げたトピックは、主要にエントロピー論との関連で、 新しい構造、新しい機能を発生について論じたものです。ただ、これらのトピックは、新しい創発を考える上での参考になると僕は考えています。すで既にプリゴジンが論じたように、こうしたエントロピーの新しい構造の生成、新しい機能の生成は、不可逆的な過程が生み出すので、決定論的で可逆な法則に支配される機械の中では起こりません。どんな大規模、コンピュータスはどんな大規模であったとしても、 どんなに長いことを電源に入れてたとしても、100万年後、あるいは10万、十億年後でもいいんですけど、その中新しいコンピューターシステムの赤ちゃんが自発的に生まれることはあり得ません。ただ、コンピューターの中で生産される情報の世界は、コンピューターそのものとは異なるものだと思います。もしもそれが明確な存在する過程として形を取り得るならば、新しい構造、新しい機能が 科学的な過程としてで、まあ今回取り上げた熱力学やエントロピーっていうのは何か古い学問だというイメージがあるかもしれない。それは多分誤解だと。冒頭でも述べましたように、そうじゃないんです。19世紀の熱力学は統計力学に姿を変えて、20世紀の量子論の登場を準備しました。 ただ、量子によってミクロの世界とマクロの世界のリンクが完全に解明されたわけではありません。宇宙のようなマクロの世界に支配する重力理論と量子論との統合はまだ未解決の課題です。量子論と相対論の統一の研究の中で注目されているのが量子情報理論。それはシャノンの情報理論の洗礼を受けた熱力学の直系の思想なんですね。決してだから。 現在の熱力学の量子情報理論だっていうふうに考えることは、あの、非常にいろんな意味で役に立つというふうに思います。だから、総発と還元なんですが、僕は総発という現象に興味を持っています。ただ、そうした現象に興味を持つことと、そうした現象の根拠を問うこととは別のことだというふうに思っています。総発という現象への関心は、それだけだと、我々の妊娠発展に大きく寄与することはないと僕は思っています。 我々の意思が飛躍的に発展するのは、現象の背後にある根拠が明確になった時だけですね。それは科学の世界では一般には、上位の階層の世界の現象を下位の世界で運動法則を結びつける還元によって行われます。で、ボルツマンの分子運動論それ力感を基礎付ける。そういう意味で、そういう意味では、あの、還元の大きなマイルストーンですね。 で、まあ、あの、ゴルツマンは当時原子論者。原子論というのは非常にあの嫌われていて、マッハたちはそれをあの攻撃して、まあ、彼はそれで心を病んでいくんですけれども、あの、まあ、哲学的な理論としては、マッハは、例えば、あの、アインシュナインの相対の影響を与える、そういう影響力はあったと思いますけれども、物理学者としてのバッマッハと、 物理学者のボルツマン比べたらはっきりしてますね。ボルツマンのはるかに大きな仕事をしてます。それは多分彼らのした仕事っていうのは、あの分子運動論で熱理学をあの基礎づけたこと。これはある種の関連です。これにも同様ですね。非平衡の熱理学の導入によって、産出構造っていうのは基本的にはあのその現象を基礎づけた。 でそういう仕事が必要なんですよ、ね。人工知能上の創発現象も、もしもあるとすれば、いずれその根拠を問うとおに向かうはず。それが、あの、あの、多分正しい科学の道筋だというふうに僕は考えています。で、今後の関心、まあ、人工知能上の創発問題、これは難しいんで、まあ、当面、まあ、ペンディングっていうか、まあ、いろいろ考えたいとは思ってるんですけれども。 で脳のモデルについてはいのような関心を持っています。一つは脳のモデルの数学的中小化としてのカテゴリー論的な脳モデル。これもいろいろ元気なんですよね。で、もう一つは脳まではたどり着いていないんですけども、感覚機関の成立、進化の分子生物学的な研究。これもかもなもは、あの、要素還元主義のゴンゲみたいなやつなんですが、ね、これはとても面白いんですね。 で、カテゴリーの応用としての脳のモデルは、トビー・スミス。これはまだ若い人ですけれども、これの,あのベイズ・ヤン脳の構成的説明の数学的礎で、これはフリソンのこともよく研究して、その上で、あの、独自の,あのカテゴリーの適解して、構成。これは面白いと思います。これはいつかセミナーで。 紹介まあ、皆さん興味があればですけれども、あの紹介できればと思っていこれは準備はできますね。そのもう一つはですね、嗅覚、あの、匂いの哲学という奇妙な本がありまして、これはとても僕は面白かったんです。なぜ匂いの哲学かっていうと、あのそれはですね、嗅覚っていうのは最も原始的な感覚器官ですね。それは物質を あの直接に物質の組織、まあ、レセプターのオーみたいなやつが受け取ってそれが信号を発するという形であの、まあ、全ての感覚器官の一番プリミティブな形でそれの,あの分子生物学の進化を論じた論文がありましたでまあ僕は分子生物学全然はよく分かってないのですぐにこれを紹介することはできないと思いますけれどもいずれ こうした感覚器官の,あの進化、発生と進化をあの説明したい。だから、あまりだかながら、ポニソンみたいにあの、通俗的な議論をしててもしょうがないような気持ちが僕はありまして、でそういう意味では、その日本の哲学は面白いかなというふうに思っています。で、今回のセミナーはここで終わりますけれども、 あの、ちょっと、あの、時間の割には、あの、十分説明しきれないことがたくさん残って、それはちょっと残念なんですけ、ね、ど、まあ、あの、基本的な僕の問題意識と関心がどこにあるか、あるいはそれがどういう形でつながってるかってことは、お話できたんじゃないかというふうに思っています。今日のセミナーはこれで終わります。どうもありがとうございます。